ギオーム・アポリネールは、フランスの詩人、小説家、美術、文芸評論家。代表作に、ミラボー教を含む自由律の詩集、アルコール、ピカソ、ブラック、ローランサンダの、新しい画家たちを絶賛した評論、キュビスムの画家たち、シュルレアリスムの演劇、ティレジアスの乳房と、小説、虐殺された詩人、ジャン・フランコ・ミンゴッチ監督によって映画化された、性愛小説。 若きドンジュアンの冒険などがある。諸女刺繍、動物刺繍の副題にある、オルフェから、オルフィスムの概念が生まれたほか、シュルレアリスム、カリグラムも、アポリネールの造語である。ギオム・アポリネールは1880年8月26日、グリエルモ・アルベルト・ブラディミロ・アレッサンドロ・アポリナーレで、コストロビツキとして、ローマに生まれた。 フランスに帰化した後の本名は、ビルヘルム・アポリナリス・ド・コストロビツキである。母アンジェリック・ド・コストロビツキは、ロシア帝国下のリトアニア出身で、イタリアに亡命したポーランド貴族の娘であった。父は不明だが、シチリア王国の退役将校、フランチェスコ・フルジー・ダ・スペルモンと推定される。1882年に、弟・アルベールが生まれた。 同じく父親不明であり、母に認知されたのは1888年である。1887年に、母方の祖父ミシェルが死去すると一時ボローニャへ移り住み、1888年に、モナコに定住した。ギオームは、モナコのコレージュ・サンシャルル、ついで、カンヌのコレージュ・スタニスラスに通い、ニースのリセに入学した。優秀な学生で、フランス語と算数の一等賞のほか。 名誉に当賞、優秀に当賞などを受けた。同僧生に後に活動を共にするルネダリーズ、アポリネイルに関する回想録を表したアンジュ・トゥーサンイコール・リカがいる。トゥーサンイコール・リカとは、学生時代に同人誌を刊行し、ギオーム・マカーブルの筆名で詩を発表した。1894年にドレフィウス事件が起こると、ドレフィス支持を明言した。 1897年、バカロレアの筆記試験には合格したが、高等試験で失敗。モナコの母のもとに帰った。図書館に通って、専門書、医学雑誌、言語学、中世文学、文法書、気候など様々な分野の書物を読んだ。文学では、シャルルペロー、ラシーヌ、ラフォンテーヌから、ジャンヌ・マリー・ル・プランス・ド・ボーモン、バルザック、さらには無政府主義への関心から、 セバスティアン・フォール、社会的な関心から読み入るゾラ、トルストイなどを読みふけり、特にマラルメから大きな影響を受けた。また、トゥーサン・リュカ宛ての手紙には、ジョバンニ・ボッカッチョのデカメロンの翻訳を試みていると書いている。母アンジェリックが1897年に11歳年下のジュール・ベイルと結婚し、1899年、アポリネール19歳の時に、 モナコを去って、エクスレバン、ついでリヨンに移り住み、最後にパリに今日定めた。アポリネールは相変わらず図書館に通い、セーヌ科班のブキニスと巡りをして、読書に没頭した。1899年の夏に、一家はベルギーのスパに滞在したが、母が掛けごとの借金で姿をくらまし、弟アルベールと二人、スタブロの宿に置き去りにされた。この時に、 アポリネールの死に、マレーという名前で登場するカフェの娘、マリア・ディボワに出会ったこと、ワロン方言に親しんだこと、そして弟と一緒にアルデンヌ地方を散策したことは、実り豊かな体験となり、後にスタブロシェ編で語られることになる。だが、間もなく、持参金が尽きて、母に手紙を書き送ったが、母から送られたのは、パリへ帰るための現金だけであったため、 兄弟は宿代を払わずに夜逃げをし、森を抜けて、次の駅から、パリ行きの汽車に乗った。この時アポリネールが滞在した宿は、彼の死にちなんで、愛されない男と名付けられている。パリでの生活は、窮乏を極めた。1900年2月19日から4月24日まで、H. デスナールの筆名で、ルマタン紙に小説、何をすべきかを連載。 これは弁護士、アンリ・エスナールのゴーストライターとして、小説家、ウジェーヌ・ガイエと共同で執筆したものであり、19世紀末に起こった殺人事件を織り込んだ推理小説風、または空想科学小説風の作品である。通俗的新聞小説だが、その型破りな作風にはすでに後の異端教祖株式会社の方ががうかがわれる。だが、 原稿料が支払われなかったため、次に、外エが主催するモンマルトルの風刺週刊新聞、タバランにちなむ使名に寄稿した。しかし、外エもまた広告掲載料で、過うじて印刷、性本来を賄っていたため、原稿料はほとんど支払われなかった。この頃、アポリネールは、ポルトガル系ユダヤ人の友人フェルディナン・モリナの妹ランダ・モリナ・ダ・シルバと出会い、 毎日のように、ランダへの愛の誓いの言葉、つづりジリンダを行動に読み込んだ五行詩などなどの熱烈な愛の詩を書き送った。これらの書簡詩は後に、ランダ詩編としてまとめられることになる。とはいえ、ランダは、アポリネールの愛に応えることはなく、結婚の申し込みもあっさり拒絶した。相変わらず休防を強いられていたアポリネールは、新聞の求人欄で見つけた。 株式取引所の初期に採用されたが、給料の不払いが続いて失職。生活費を得るために公職本専門の書店からの依頼で、性愛小説、ミルリー、または安価な、小さい穴を偽名で書き上げたが、刊行されなかった。原稿が現存しないため、事情は不明である。取引所の同僚の母親の紹介で、ドイツ系ノルマンディ貴族ミローシシャク夫人の娘、 ガブリエルのフランス語の家庭教師の職を得、ミロイ家に同行して、ライン下ンのノイグリュック、そして、ホンネフの別荘に滞在した。この時、モナコのコレージュの同窓生であった、ジャンセイブの紹介で、文芸誌、ラグランドフランスに寄港。ビルヘルム・コストロビツキの筆名で三編の詩、ガツのもの、婚礼、都会と、心を発表した。アポリネールさらに、同じく、 ガブリエルの英語の家庭教師となった英国人女性アンニー・プレーデンに出会い、再び熱烈な手紙を書き送った。翌1902年にミロ・オイエがライン地方の領地に引き上げることになった時にもアンニーと共に一家に同行し、ケルン、ハノーバー、ベルリン、ドレスデン、ミュンヘンなどドイツ各地を旅し、一人でプラハやウィーンも訪れた。この時に、 ルーカス・クラナッフ派、ハンス・ホルバインラ・ルネサンス期のドイツの画家は、もちろん、アルフレッド・シスレカミリー・ユピサロラの印象派の画家、彫刻家、オーギュストロダンの作品に出会ったことは、彼が芸術評論を書くきっかけとなっている。一方、アンニーもまた、アポリネールの愛を拒み、1903年に英国に帰国。アポリネールは追いかけて投影し、 結婚を申し込んだが、今回もまた断られた。こうした経験から生まれたのが後に、死臭、アルコールに収められる、恋を失った男の歌である。ただし、ランダ、アンニー、そしてこの後に出会うマリー・ローランさん他の女性たちが、愛の死に歌われるときに、愛の女神、死の女神、芸術の女神として愛する女性として描かれるのと、同様に、恋を失った男の歌でも、 アポリネイル独自の神話化作用が働いている。イソップの共演し、創刊1902年の秋頃から芸術、文学雑誌、ユーロッペアンやラルビュー・ブランシュに寄稿し始めた。特に白い評論を意味するラルビュー・ブランシュ氏は、1889年にリエージュで創刊され、1891年10月にパリに拠点を移してからは無政府主義的傾向の 前衛芸術、音楽、文学雑誌として知られ、ロートレックやピエール・ボナールの表紙画によって好評を博していた。1903年には早くも習慣になったが、ステファヌ・マラルメ、アンドレ・ジット、シャルル・ペギー、マルセル・プルースト、アルフレッド・ジャリ、ポール・クローデル、ポール・ベルレーヌ、クロード・ド・ビュッシーらが寄稿しており、アポリネールは同志の1902年5月号に、 初めて芸術評論を掲載した。ベルリンのペルガモン博物館内に復元、展示されているゼウスの大祭壇に関する記事である。1903年4月18日、現在のパリ5区のサンミシェル広場にあったカフェ、カボーデュ・ソレイユ、ドールの地下で、1889年4月に、レオン・デシャンによって創刊された、芸術、文学雑誌、ラ・プリムの夜会が行われた。 ピアノ伴奏による詩の朗読会で、アポリネールはここでアルフレッド・ジャリ、そして兵役を得たばかりのアンドレ・サルモンらと出会った。この出会いを機に、アポリネールは文学雑誌、イソップの共演を創刊。ジャリ、サルモンのほか、トゥーサンイコール・リュカ、ジョン・アントワーヌ・ノー、ジャンド、グールモン、ジャンド・ワイエールらが参加した。創刊号には、この雑誌が、 文学作品や批評を掲載すること、及びいかなる流派にも属さないことが明確に記されており、アポリネールのエスプリヌーボーを反映するものであることがわかる。実際、同紙には毎回、今月の書評を掲載するほか、総刊号には1910年発表の書序、短編集、異端競争株式会社に収められる、クブロブ 第5号から第9号までは1909年発表の代表作、腐ってゆく魔術師が掲載されている。さらに、これを機に、1904年、アルフレッド・バレット、ジャリ、グールモン、ギリシャ出身の象徴主義の詩人、ジャン・モレアス、小説、人参を表したジュールルナール、象徴主義の詩人サンポル・ルーやアルベール・オーリエラによって、 象徴主義の雑誌として1890年に再刊されたメルキュールド・フランス誌に初めて追筆を掲載した。新しい精神キュビスム、性愛文学1904年、母アンジェリックがパリ郊外イブリーヌ県のルベジネに今日定め、アポリネールはまだ自活できるだけの経済力がなかったため、ルベジネとパリを行き来していた。当時、 同じイブリーヌ県のシャトゥー出身の画家アンドレ・ドランとモーリス・ド・ブラマンクは1900年から同地で共同のアトリエを構えていた。アポリネールは二人にセーヌ・カハンで偶然出会い、以後、交友を深めることになった。さらに、1905年には、当時まだ貧しかった画家らが住んでいた木造家屋、洗濯船でパブロ・ピカソに会い、彼を介して、ここに住む、 詩人、画家のマックス・ジャコブラと親しくなった。ラプリム氏の1905年5月号には、若者たち、画家、ピカソと題する記事が掲載された。キュビスムの発端となる、アビニオンの娘たちが描かれる直前のことであり、主にサルタンバンクの家族などの、バラ色の時代の作品を扱ったものである。同年末頃から、同じく、選択戦に居住し、18歳で、 象徴主義演劇の劇団、芸術座を立ち上げた、ポール・ホール主催の雑誌、陰文誌と三文誌に寄稿し始め、象徴主義の詩、自由詩、冒徳やアンドレ・サルモン論を発表している。この活動を通じて、特に、ジャン・モレアス、マティス、ピカソの芸術論、千の理論で知られる亡命ユダヤ系ポーランド人の美術批評家、メシスラス・ゴルウェールと頻繁に行き来するようになった。 再び性愛小説に取り組み、1907年に1万千本の無知を発表した。これも当初は作者名が g a とイニシャルで示され、これがアポリネールの作品であることを知っていたのは友人だけであった。本書は発禁処分を受け、アポリネール作として再刊されたのは1970年のことである。ラプリムシノエの気候を通じて、 こういうも活動の場も広げたことで、他の雑誌や新聞に美術や文学に関する記事を発表する機会が増えた。その一つが、前衛詩人、文芸評論家の友人、ルイド・ゴンザグ・フリックを介して知り合った、ジャンロ・ワイエールが主催する象徴主義の雑誌、ラ・ファランジュである。この雑誌は1906年7月から1914年5月まで刊行されたが、この機構において、 特に重要なのは、アポリネールが1908年1月号の同志において絶賛したロワイエールのナルシスの裸の妹の作品論として、アポリネール自身のナルシス論を提示していること、そしてラプリム誌に掲載されたナルシス神話に基づく腐ってゆく魔術師の最終章として、翌2月号にロワイエールの影響下に書かれたオニークリティックが掲載されたことである。また、 この時期には、マティス、ジョルジュ・ブラック、ロベール・ドローネーに出会い、フォービスムの画家に関する評論や、ビクロツ・エミール・ミシュレ、ポール・ナポレオン・ポワナールとの共調、象徴主義の詩、アンデ・パンダン展における詩人たちの午後における、シン・ァランジュ・ロンなど芸術、文学評論を次々と発表した。また、1909年1 8 1 4年のマルキド、 サドの没後初めて作品集を編纂し、70ページ以上の紹介文と注釈を書き、後のサド再評価につながった。ローランさん、ミラボー教、アンギル創作、詩人に霊感を与えるミューズマリー・ローランさんと出会ったのは、1907年5月、アビニョンの娘たちを発表したピカソの古典が開かれていたクロビスサゴガローにおいてであった。 当時まだアカデミー・アンペールの画学生であったローランさんもまた選択戦に出入りするピカソらの前衛画からと交流を深めていた。翌1908年にピカソがアンリ・ルソーの女性の肖像古物賞で偶然見つけ、わずか5フランで購入したのを機に選択戦のピカソのアトリエでルソーを励まし叩える夜会を開催した。当時の前衛芸術からの流儀で、 面白半分に言った。この夜会には、アポリネール、ローランさんのほか、マックス・ジャコブラ、選択戦の芸術家を中心とするモンマルトルのボヘミアンたちが多数参加し、ルソーの生涯においても、選択戦の歴史においても重要な出来事となった。ローランさんとの恋愛関係は5年ほど続いたが、アポリネールは、彼女の作品を絶賛する記事を発表して、画家としての成功を助け、 出会ってから2年後の1909年には、彼女が住むパリ郊外のオートイユに、アパートに移り住んだ。アンリルソーが二人を描いた、詩人に霊感を与えるミューズを発表したのも1909年の、ことである。オートイユを去るのは1912年8月、モナリザ盗難事件後のことだが、ローランさんとの関係は、ミラボー卿の下をセーヌ川が流れ、 我らの恋が流れるで始まる堀口大学の名役、ミラボー教をはじめとする多くの優れた詩を生み出すことになった。1909年には、メルキュールド・フランス氏に、恋を失った男の歌などの代表作を発表する、ほか、1月から11月まで、デマルジュ氏に、ルイーズ・ラランヌという女性名で、女流文学論などの評論や詩を発表した。これは、 コレットのような女性作家が登場し、1904年には女性向け雑誌、ラビー・ウールーズの寄稿者らがフェミナ賞を創設するなど、文学界における女流文学の台頭を受けてのこととされる。ルイーズ・ラランヌことアポリネイルは、コレットについて魅力的であるには違いないが、あまりに独立心が強すぎると評しており、本放なし生活に言及している可能性もあるが、 おおむね好意的に評価している。11月には小説、腐ってゆく、魔術師がアンドレ・ドランの差し入りで刊行された。翌1910年には短編集、異端教祖株式会社を発表。コンクール賞候補作になった。さらに1911年3月には、諸女集、動物詩集がラウル・デューフィの差し入りで発表された。 この詩集に収められた詩はすべて動物を描いたものであり、その多くがフランシス・プーランクによって作曲され、アルバム名もそのまま動物詩集として発表されている。モナリザが見つかったことを報じる1913年12月13日付、ルプティ・パリジャン・紙1911年8月21日に、ルーブル美術館からレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザが盗まれた時、アポリネールは、 共犯の疑いでサンテ刑務所に収容された。これについてはアポリネールが一種の挑発としてモナリザを燃やしてしまえと言い放ったこととしばしば関連づけられるが彼はこうした発言のために説盗容疑をかけられたわけではない。当時彼の秘書をしていたベルギー生まれのジェディピエレがルーブル美術館から 古代の小蝶像を盗み出した事件との関連で逮捕されたのである。ピエレはすでに数年前にルーブルから盗んだ彫像2点をピカソに売り付け、姿をくらましていた。パリに戻った時にアポリネールの秘書として雇われたが、1911年5月に再びルーブルから彫像を盗み出した。住み込みの秘書であったため、盗品はアポリネールのアパートに置かれていた。 この3ヶ月後に、モナリザ盗難事件が起こったのである。犯人逮捕のために国境を封鎖するほどの大事件となり、ピエレの窃盗に気づいていたアポリネールは不安に駆られた。ピエレに返却するよう勧めたが、彼はこれに応じるどころか、むしろ買い手を探してほしいというばかりであった。アポリネールはピカソに相談した。買い取った彫像が盗品であることを知らなかった。 彼は、愕然とし、セーヌ川に投げ捨てようという話にすらなったが、それもためらわれ、当時、アポリネールが寄港していた、パリジュルナル神に頼んで、匿名で盗品を返してもらうことになった。パリジュルナル神はこれを引き受けたが、警察の目に留まり、アポリネールは、家宅捜査を受けて、逮捕、投獄され、ピカソも召喚された。結局は、すでにパリからベルギーへ逃亡したピエレが、 予震判事宛てにアポリネールの無罪を証明する手紙を送ったため、一週間後に釈放されることになったが、アポリネールもピカソも外国人であったために、新聞にゼノフォビア的な記事を書き立てられ、大きな精神的痛手を負うことになった。ラサンテ刑務所にては、この時、文字通り、獄中で書かれた詩である。また、 この事件が起こった時には、ローランさんの心も離れていたとされる。こうしたアポリネイルを励まし支援するために、彼の古くからの友人であるアンドレ・ビリー、ルネ・ダリーズ、アンドレ・ザルモン、アンドレ・チュデスクが、新しい活動の場として1912年2月、月刊美術、文学雑誌、レソワレ・ドゥ・パリを創刊した。経済的な理由により、1913年6月の、 第17号で一旦週刊となり、同年11月にアポリネールが編集長となって再刊された。このため、第17号までを第1シリーズ、これ以後、第1次大戦が勃発した1914年の8月の最終号までを第2シリーズとしている。第1シリーズの寄稿者は、ジャック・ディソール、フランシス・カルコ、ジャン・ポーランらを含む多彩な顔ぶれだが、 第2シリーズはむしろ芸術評論史として重要な役割を担うことになり、アポリネールが後にカリグラムと名付ける絵画史を同紙に発表することになるのもこのような文脈においてである。また、本誌掲載のミラボーチ地帯、クロチルド、アンニー、カリのツノブエ、マリーなどは1913年観光の代表作アルコールに収められ、美術評論は キュビズムの画家たちとして、同じく1913年に刊行されることになる。詩集の署名は、当初は上流種する予定であったが、最終的にはより奇抜なアルコールとした。キュビズムの画家たちの表紙詩集、アルコールには、過去15年にわたって書かれた詩が収められているが、編纂時に伝統的な手法に反して、句読点をすべて削除した自由率を用いた。 これについて詩人は、本当の苦闘点とは、四の持つリズムと区切りであり、他のものは、必要がないからであると説明している。浅野明は、アポリネールは、アルコールを出すに及んで、全く独自の詩人となったとし、さらに、金子光春の言葉を引用して、フランスの詩はアポリネールで全く違ってしまったと、評している。また、久保田初いよいよは、1913年刊行の2冊の、 画期的な書物、アルコールとキュビスムの画家たちによって、アポリネールは時代のパイオニアとなったと表現している。キュビスムの画家たちは、新しい画家たちとして、ピカソ、ブラック、ローランサン、ジャンメッツ・アンジェ、アルベール・グレイズ、フアングリス、フェルナン・レジェ、フランシス・ピカビア、マルセル・デュシャンを紹介している。アポリネールは本書によって、 美術史上の革新運動の主導者、指導者として位置づけられることになるが、同時にまた、副題、美の制作が示すように、本書は、キュビスムの画家論、作品論にとどまらず、アポリネール自身の芸術論、指論でもある。だが、一方で、このような独自の芸術論、指論に基づいて、キュビスムをあまりにも強く支持したために、翌1 9十四年、1九1 0年五月以降、 担当していた、ラントランジジャンの芸術欄が廃止されることになった。サルモンの仲介で参加した同氏は、当時、パリで最も販売部数の多い有敢士であり、アンドレ・ビリー、アラン・フルニエ、マックス・ジャコブラも寄稿していた。いわば、美術評論家としての地位を確立することになった、重要な活動の場だったのである。さらに同じ1913年に発表した、冊子、 未来派の反伝統、宣言、総括は、イタリア未来派に対するアポリネールの用語か批判か、解釈が分かれているが、少なくとも評論家アポリネールは、未来派をキュビスムに対立する運動として位置づけており、一方で、個人的には、フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティやウンベルト・ボッチョーニを評価していたと考えられる。エッフェルトを描いたカリグラム、二刀剣印方兵。 図形師とも呼ばれるカリグラムは、資料を並べてある図形や絵を表す方法であり、すでに古代ギリシア時代から存在したが、文字を美しく書くカリグラフィーと、表意文字を意味するイデオグラムを組み合わせたカバン語として、カリグラムという言葉を生み出したのはアポリネールであり、彼はこのような表現によって、芸術、音楽、絵画、文学の統合への一歩を踏み出したとされる。 最初のカリグラム詩は、レ・ソワレ・ドゥ・パリ氏、第25号に掲載された手紙、対応であり、最も頻繁に引用されるのは、没後の1918年に出版されるカリグラム書集の詩、二刀剣院法兵に含まれる5つのカリグラム、特に文字でエッフェル塔を描いたものである。このエッフェル塔は、サルーモンド・ドント・ジュシュイララング・エリキン・とクサブーシュ王、 パリ・タイア・イチ・レラ・トゥ・ジュー・リオ・アルマンという文章によって構成されている。これはエッフェル塔が世界に語りかけるという想定で、こんにちは、世界よ。私は、その雄弁な舌だ。その口であるパリは、現在もそして未来も、ドイツ人らに対して舌を出しているのだという意味であり、第一次大戦中に書かれたこのカリグラムはエッフェル塔を フランスの力の象徴として表現していると解釈される。メディアを再生するアポリネール・トルーベール1914年7月、文芸新聞、コメディアからの依頼で、画家、風刺漫画家のアンドレル・ルベールと共に、カルバドス県ドービルの夏の音楽、芸術の祭典を取材することになった。だが、第一次大戦の勃発により7月31日に、騒動陰が発せられたため、急遽、 パリに戻った。現在目にすることのできるアポリネールの動画は、この時、ポワソニエール王通りのある店舗で、実験的に撮影されたものである。騒動員令が発せられたとはいえ、アポリネールのような外国人は、対象外であり、志願したとしても許可が下りるのは難しかったが、にもかかわらず、彼は8月10日、帰化申請と合わせて兵役に志願した。 9月に戦争の脅威が迫るパリを離れて南仏にイースに向かった。許可が降りるのを待つ間にルイーズ・ド・コリニー・シャティオンに出会った。かつてジュヌビエーブ・マルグリクト・マリー・ルイーズ・ド・ピオード、コリニー・シャティオン伯爵夫人を名乗った女性だが2年前に離婚し、当時はサンジャンイコールカップイコールフェラの重視のもとに身を寄せていた。 アポリネールは彼女宛てに1914年9月28日から1916年1月18日までの間に220通の手紙を書いている。また、ルー宛ての手紙に書かれた詩は没後、ルーシ編として刊行されることになる。12月4日に兵役志願の許可が下り、12月6日にニームの野戦砲兵第38連隊に入隊した。 年末に休暇をとって、ルーに会いに、マルセイユに行ったが、ルーにとっては、戯れの恋に過ぎないことを、アポリネールは感じ取っていた。1915年1月2日、休暇から戻る車中で、アルジェリア人の女性マドレーヌ・パジェスに出会った。これ以後、ルーに対してと同様に、マドレーヌ宛に200通余りの手紙を送り、後に、マドレーヌへの姫ごとの紙を及び、 思い出のように優しくと題して観光されることになる。アポリネールはマドレーヌの母親に結婚を許可され、1915年末の数日の休暇を婚約者としてオランのマドレーヌの家で過ごすことになった。アポリネールと妻ジャクリーヌこの間、1915年11月18日にアポリネール自身の希望により、マルヌケンタユールの第96不評連隊に配属された。 1916年3月9日に帰化申請が許可された。だが、この直後の3月17日、最前線の残豪で流れ玉を受けた。弾丸はヘルメットを貫通して、右の米紙に食い込んだ。野戦病院で応急手術を受けた後パリに移送され、3月28日にバルドグラース病院に入院したが、友人セルジュフェラが勤務していたイタリア病院に、 転院することになった。さらに、この外傷により、血腫が生じ、5月に、バルドグラース陸軍病院別館で回答による血腫除去術が行われた。多くの友人が見舞いに来た。その一人が、かつてモンパルナスであった女性、アポリネールが、綺麗な赤毛の女と呼んだジャクリーヌ・コルブであった。ジャクリーヌは、献身的に看病した。 1916年5月17日、クロワドケール勲章を受けた。1917年に入って、ようやく文学活動を再開し、アンドレ・ブルトンやフィリップ・スー・ポー、ピエール・ルベルディラゴのシルレアリストとの交流が始まった。同年3月には、ルベルディ、マックス・ジャコブと共に、前衛芸術、文学雑誌、南北を創刊。パリの2つの前衛芸術家、 文学者の活動拠点モンマルトルとモンパルナスをつなぐ地下鉄が開通したことにちなんで命名され、この二つの拠点をつなぐことを意図したものであった。アポリネールと妻、ジャクリーヌの墓1917年5月18日、シャトレザで、ジャン国東の台本、エリック・サティの音楽、ピカソの舞台芸術、レオニード・マシーンの振り付けによる前衛バレー。 パラードの初演が行われた。このプログラムを書いたアポリネールは、ここで初めて、シュルレアリスムという言葉を用いた。ただし、厳密には、ハイフンの入った、形容詞シュールリーリステとして使用し、翌1918年刊行上演の自作、ティレジアスの入房の序文でスリリスムと表記した。ティレジアスの入房は、文字通り、シュルレアリスム演劇の先駆となった。 1918年4月にメルキュールドフランス出版社からカリグラム観光。5月2日にサントマダカン協会でジャクリーヌと結婚。立ち会い人はピカソと美術賞アンブロワーズ・ボラールであった。ジャン国党は祝いにエジプトの象徴像を送り、アポリネールはこれに対して感謝の死を送っている。だが、同年11月9日、 わずか半年の結婚生活の後、スペイン風邪により38歳で死去。軍人障害年金及び戦争の犠牲者に関する法典により、戸籍にフランスのために死すと記された。1967年に死去したジャクリーヌと共に、ペール・ラシェーズ墓地に眠る。詩集小説、短編集評論演劇書監修、アポリネール自身の朗読による、ミラボー教。 アポリネイルの死は主に、堀口大学役として知られる。久保田初いよいよは、アポリネイルのほとんどの作品を翻訳している。また、鈴木豊も、主に三文作品を訳しているが、聖愛文学作品、若きドンジュアンの冒険と、一万千の無知の翻訳は、スカナレルの名義で発表している。前週は1959年に、紀の国屋書店から刊行され、 1979年に、青二社から、アポリネイル全集全4巻が刊行された。動物詩集腐ってゆく、魔術師虐殺された、詩人異環教祖株式会社若きドンジュアンの冒険1万千本の、ムチキビスムの画家たちその他詩集、短編集、全集作品を含む、研究所、アポリネイルの詩は、フランシス・プーランク。 ドミートリー・ショスタコービチ、ボフスラフ、マルティヌー、ジャックル・ゲルネー、モーリス・ジョベール、イブ・ナット、アルテュール、オネゲル、ルネ・レーボビッツ、イザベル・アブルケル、レノックス・バークリー、ギー・サクル、カイア・サーリアホ、クシシュトフ・バツレフスキ、ラファウ、アウグスティン、ジャン・アプシル、ルカーシュ・フルニーク、リオネル・ドーネ、デオヘレ・フェレ、イエンス・ペーター・オステンドルフ、アリアン・ナ・サバール、ウィル・トット、ハワード・スケンプトン、 R、キムなど多くの作曲家が曲をつけている。最も多くの曲を発表しているのは、プーランクであり、また、レオフェレをはじめとして、複数の作曲家が、ミラボー教を、声楽曲として発表している。アポリネールの肖像として、上述のアンリール創作、詩人に霊感を与えるミューズのほか、ジョルジュ・デ・キリコ、ギリーム・アポリネールの肖像を輸才、1914年、 国立近代美術館像が有名だが、予兆的という言葉は、この2年後に、アポリネールが第一次大戦で弾丸を受けた米紙に、傷があるからであり、後に題名に追加されたものである。また、マリー・ローランさんも、アポリネールと彼の友人たちなどに、アポリネールを描いている。この他、パブロ・ピカソ、二分された、闘像、マルクシャがある。 アポリネールへのオマージュ、マルクシャガール、アポリネールの肖像、ルイ・マルク氏、監獄のアポリネール版画、1911年、パリ市歴史図書館、ロベール・ドローネー、ギオーム・アポリネールの肖像、マルセル・デュシャン、アポリネールの肖像など、アポリネールの肖像や彼の作品を題材にした、絵画が多数制作され、2016年には、オランジュリー美術館で、アポリネール、 詩人の眼差しと題する展覧会が開催された。ありがとうございます。